韓国には3月に大きな試練が待ち受けています。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国が3月に史上最大の危機を迎える、地獄の底まで転がり落ちる絶望的な状況をお送りします。韓国経済は地獄の底まで転がり落ちる。韓国経済は3月に大きな試練が待ち構えています。それをきっかけに本当に崩壊するのではとも言われているのです。今回はその史上最大の危機について解説していきます。もともと韓国経済は非常に厳しい状況に追い込まれていました。例えば韓国の公的債務、国、地方自治体、社会保障基金の債務は約1100兆ウォン、約103兆円となっています。これは GDP 国内総生産の 60% に迫っているのです。しかも家計債務は GDP 比 100% をはるかに超え、今や1800兆ウォン、約170兆円を突破しました。その最大の原因は莫大な金額の住宅ローンです。ソウルなど大都市圏ではこの10年で住宅価格が倍以上になっています。さらにコロナ禍を乗り切るための資金繰り、金融緩和、低金利に乗じた株や仮想通貨などへの借金しての投資が家計債務を激増させました。2021年8月時点で家計債務は1806兆ウォン、約172兆円を超えています。もはや韓国経済は破産寸前です。そして2022年3月、膨れ上がった家計債務に致命的な一撃を与える事態が起こりそうなのです。それが個人事業主と中小企業に対するローン返済の期限です。一体それはどういうことなのか詳しくご紹介します。きっかけは2020年4月にまで遡ります。この時韓国はコロナ感染拡大による経済的ダメージを受け、中小企業や個人事業主を対象に金融機関からの融資の満期延長と元利金の返済猶予を発動しました。このことについて大韓金融新聞は次のように伝えています。韓国は早くから日本の緊急事態宣言を上回る厳格なソーシャルディスタンスを実施してきた。それにより内需に頼る中小企業と個人事業主は大打撃を受けた。一方で日本の持続化支援金や飲食店への協力金にあたる現金給付は年間数十万円程度と極端に少ない。代替策として出したのがこれらの金融措置なのだ。この金融支援措置は当初6ヶ月限定の予定だったのですが、その後2回延長されています。そして現在は2022年3月にこれが終了することになっています。もちろん次期大統領選で苦戦中の与党が支持率を伸ばすためにさらなる期間延長を支持する可能性はあります。しかし金融当局は極めて消極的になっているようです。それは延長すればするほど債務者が返済すべき借金が膨れ上がり、貸し倒れのリスクが高まるからです。金融専門家はそのことについて次のように述べています。融資期間の延長や元金の返済猶予は過去日本でも行われたことがありますが、金利まで猶予されたのは珍しい。たとえ単利による融資であっても債務は雪だるま式に膨れ上がってしまいますから。2021年7月末時点でこの措置の対象となった借主の債務残高は120兆7000億ウォン、約11兆円に達します。韓国政府は当初ワクチン接種率を高め、ソーシャルディスタンスを緩和することで中小企業と個人事業主のビジネスを正常化させようとしていました。彼らの売上を正常化させることで2022年3月での金融支援措置終了をうまい形に持っていこうとしていました。しかしオミクロン株の感染再拡大によりその目論見は失敗に終わってしまいました。このままでいけば個人事業主や中小企業の経営者の人たちは借金を返すことができず破産してしまいます。そうなれば不当たりが起きて銀行も窮地に陥ります。それにより韓国経済は崩壊へと進んでしまうのです。そこまで進むのには少し時間がかかるかもしれませんが、2022年3月に人々が返済期日を迎えることで韓国が崩壊へ向かっていくことになるのです。こうした状況については日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。韓国の反応。韓国経済は今すぐ爆発してもおかしくない。マンション価格を抑えるといった官僚や政治家は本当に無邪気だった。穴を開けたまま対策を乱発してマンション価格は暴騰しただけ。それとともに国民は莫大な住宅ローンで借金漬けにされた。そして今度は価格が暴落するという
破滅しか見えない。自営業者の没落、家のない庶民の苦しみをもたらしたのは、非常に愚かで卑怯な経済学者と、これに踊る無知な政治家たち。600兆ウォンだった国の借金を、たった5年で1100兆円したムンジェインと左派政権。少子化時代なのに、未来世代に責任を転嫁している。歴代最高の租税負担率や、過去最悪の家計負債と国の債務。正気でない理念によって、自国の未来世代に責任を転嫁する、無能そのものの左派政権を引きずり下ろそう。この国を左派政治家たちがダメにしている。緊縮財政で国の借金や国民を豊かにする考えはなく、何もしないでポピュリズムとして金をばらまいている。ばらまく候補、基本所得を与えるという候補者は、絶対に選んではならない。一度も経験したことのない大韓民国を作るという約束を、ムンジェインは守ったんだね。ただし、坂道を転がり落ちながら国を台無しにする方向へ、歴代大統領の中で最悪だ。ムンジェインがパククネ政権時、国家債務比率が 40% 以上になれば国が滅びると狂ったように扇動したことを覚えているか？政府樹立後、パククネ政権までの数十年間積み上げてきた借金より、たった5年でさらに多くの借金をしたが、その金が今どこにあるのか誰にもわからない。これだから左派政権が発足してはいけないのだ。社会主義共産国家を手本にして国を牛耳る人間と、これに従う団体だけが恩恵を受けた。一般国民はアリのように働いても、税金で全て奪われるのだ。ごく少数の人間たちと、ごく少数地域だけが豊かな国。一体誰がこれを望んでいたというのか。ムンジェインは退職したらヤンさんに豪華住宅を建てて自然に帰るそうだ。刑務所で罪の代価を払いながら、白骨に帰らなければならない。日本の反応。3月に韓国は終わるのか。それはそれは楽しみでしかない。沈没していくダーマツマの姿をじっくり見てあげたい。まあ3月に返済期日だから、そこから連鎖していき、国全体が終わるのは半年から1年後くらいかな。でも楽しみなことには変わりない。韓国が終了するのを助けちゃいけない。一緒に奈落に引きずり込まれてしまう。安易にスワップに応じることだけはやめてほしい。金融支援を延長したところで、結局借金しなきゃやっていけないなら破滅しか待っていない。返済を猶予すればするほど借金は膨れ上がる。国や金融機関の負債になる爆弾がどんどん大きくなって、超巨大爆弾になって弾け飛ぶ。個人は家計債務で苦しい上に、下手に消費を促すようなことをすれば、今度は家計債務が膨らむよ。内需拡大で利益を増やして助ける王道も無理だろうな。日本であれば家計負債は住宅ローンが多くを占める。韓国の場合は住宅ローンはもちろんだが、それだけではない。株などへも自己資金ではなく、金融機関から借りて投資をする。次期大統領になる人は、韓国の負の遺産をすべて被ることになるね。ばらまきによる財政赤字、最賃値上げと非正規の正規社員化は、中小企業を圧迫しただけでなく、雇用の消失を招いてしまった。温安の進行で輸出は好調だけど、輸入が高騰し続けているため、貿易収支は再び赤字だ。インフレも進んでいるし、韓国は対外債務が多いからね。国内の豊かな会社や人たちは、余裕がある資産を海外のマーケットで運用している。いつでもこの国から逃げ出せるようにね。だから多額の国債を海外市場で引き受けてもらわないと国が回らない。こんな国に将来があるわけない。岸田さんは大丈夫かな？日本経済にも多大な影響があるとか言って支援しそうで怖い。本当に韓国が破産したら、もちろん日本にも影響はあると思うけど、経済が傾くまではいかないだろう。製品不足などは数ヶ月くらい単位で出てくると思うけど、今でもそうなんだから大して変わらない。代用品などいろんなこと現場ですでに考えているだろう。アメリカは自らの対韓国為替スワップを終了させ、日本に通貨スワップを再締結させ、日本に尻拭いをさせる気なんじゃないかな。そうなれば日本国民はもう黙ってはいない。自民党は心して対米外交、経済運営を行っていただきたい。韓国からは融資金の回収こそすれ、1円たりとも渡してはならない。前回通貨危機で施した恩をなぜか誤解し恨まれているんだから。韓国政府は今まで通りに延長するしかできないだろうね。その間に金融機関が倒産する可能性があるのではないだろうか。次期大統領は最初から最大の負債を抱えることになる。貿易黒字過去最高、成長率 4% 台、
造船受注世界一、国民一人当たりの GDP で日本を追い越したなどと豪語していたはずなのに、一体どうしたんだろうね。文政権がついに日本を超えたと言いたかったがために、統計数値を歪曲していたことが暴露されそう。次の韓国大統領は、ムンジェイン大統領時代の反日は一時なかったことにして、日本へ助けを求めるだろうね。上から目線でね。日本は見ないふりで、徹底的に無視してやるのがいいと思う。韓国で金利が 1% 上がったら、1兆7000億円が海外や外資に流れていく。韓国は日本と同じく、エネルギーと食料を輸入に頼っています。その代金を支払うためには、外貨を稼ぐ必要があり、国家戦略が必要です。文政権の前までは、財閥に外貨を稼いでもらい、また国を日本より便利にして、外資を日本から奪う戦略を実行していました。そのため、ハブ空港、ハブ港湾を作り、日本から航空便や運搬船を奪い取っていったのです。しかし今の政権は、財閥潰しを公約に掲げました。そして本当に財閥を潰しにかかっています。実際、韓人海運のことは見殺しにしました。また、財閥が運営している航空会社や自動車メーカーが危機に陥っても放置しています。このため、韓国の外貨は枯渇寸前です。イランへの原油代金の支払いさえ踏み倒しているほどです。しかも国の借金は、米国、日本、欧州各国にがっつり依存しています。今後米国はインフレ抑制のため、利上げを頻繁に行います。韓国はウォンが暴落しないように、それに追随して利上げするしかありません。現在韓国の家計債務は172兆円です。金利が 1% 上がったら、1兆7000億円が海外や外資に流れていくことになるわけです。これは純粋な資金の流出だからダメージが大きすぎます。もはやどうあがいても韓国経済は地獄の底まで転がり落ちるしかないのです。3月に破滅のきっかけが発生し、そこから坂を転がり落ちるような展開が待っていそうです。あなたはこうした韓国崩壊の危機についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。